こんにちは、トイラボです。今回は2022年10月16日に開催されたホットウィールレジェンドツアージャパン大会の会場で販売されたホットウィールについて見ていきたいと思います。チームトランスポートはトイザラス、ドンキホーテで先行販売されましたが、その時は手に入れられなかったので一緒に見ていきたいと思います。それでは開封していきましょう。カスタム70シェビーノバホライゾンハウラフロントライトなどの印刷、ナンバープレート部分にはレジェンドツアーのロゴがプリントされています。側面にはロゴやゼッケンがプリントされています。22番は2022年だからでしょうか。レジェンドツアーのロゴの背景色でもあるイエローのボディカラーがかっこいいですね。リアもブレーキランプなどがプリントされています。上から見ると車内後部にロールバーがあるのが見えますね。裏面も作り込まれていていいですね。トランスポーターも見てみましょう。フロントライトなどの印刷、ボンネットに黒いラインが入っています。側面にはレジェンドツアーのロゴがプリントされています。反対側も同様にプリントされています。ブレーキランプなどの印刷はないようです。日産スカイライン GTR R32 ボディはパープルのスペクトラフレーム、ライト周りやボンネットがプリントで再現されています。側面はゼッケンや各ロゴなどがプリントされています。メッキのリアルライダーも相まってかっこいいですね。反対側も同様にプリントされています。リアはブレーキランプや GTR のロゴなどがしっかり再現されていていいですね。上から見るとスペクトラフレームの輝きが綺麗です。最高ですね。裏面も作り込まれていていいですね。いかがだったでしょうか。今回のレジェンドツアーはレジェンドツアーカラーのチームトランスポート R32 スカイラインと最高でしたね。最終的にどの国の車種が優勝するかはこれからですが、ぜひ日本代表の車種にも頑張ってもらいたいですね。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。